サミー、シャカシャカして、シャカシャカして、あ、すいません。どうも、プロダンです。今日はですね、ちょっとテレビ消させてください。今日はですね、人肌恋しいということで、やっぱシャカシャカしたいじゃないですか。ということでですね、プルルルルバーン、マックのシャカシャカポテト買ってきました。見てくれよ、すげえいい匂いで、今10時半なんですけど、朝の。やばい、食いたいけど食えない、ちょっと脂っこいんでね。で、検証してみたいと思って、せっかくまあ鍛えてるんでね、僕も、まあ、普通の人より若干シャカシャカの力は強いんじゃないかなと思うんですけど、その若干強いシャカシャカをより長く、そしてより強くね、シャカシャカやり続けたら、ポテトはどういう風になるのかっていうね、まあほんとくだらないんですけどね、まあ付き合ってもらえたらななんて思います。まあそれがまあ YouTube あるあるなんで、ね、まあくだらないことをくだらないようにするっていうのがまああれなんでね、まあちょっとネタ切れ感もあるんですけど、まずシャカシャカしていきたいと思います。はい、で僕が選んだ味はこちらのチェダーチーズですね。はい、チェダーチーズ、これを入れてシャカシャカしていきたいと思います。このポテトたちをここにシャーって入れまして、チェダーチーズを入れまして、すげえな、今のポテトってこうなってんだ。うわ、すげえうまそう、やばい、超うまそう。あれ、俺の服にもチェダーチーズがあって、バカ。袋一杯ね、チェダーチーズ入れまして、俺シャカシャカしたことないんだよな、これでいいんだよ。これをずっとね、まあこれハンマーカール的な要素があるんで、この上腕のこの外側鍛えられるんで、腕相撲に強くなる筋肉なので、このハンマーカールっていうのそこを意識してね、ゼロから始めて、はい、スタート。とりあえず上限1時間で、これ死ぬな、すげえいいね、これインナーマッスルのトレーニングになると思う。インナーマッスルの、よし、シャカシャカシャカー。これ2分経ったんだけど、やばい、もう腕がやばい。夏にやんなくてよかった、多分汗まみれになってたね。もう今ね、約10分振ってんすけど、9分噛んで、振り方にコツを覚えてきて、これがね、一番結構シャカシャカできる。肘固定して、手首だけでね、あーってなると、二頭筋のピークにめちゃめちゃ、腕太くしたいって人よくいるけどさ、これシャカシャカポテトすごいぞ。そしてちょっと待って、しかもすごい熱い。まあ僕もシャカシャカポテトに敬意を払って、ちょっとね、シャカシャカポテトも裸なんで、僕もね、裸でシャカシャカしていきたいと思います。で、シャカシャカポテトのポイントは、こうやると二頭筋のピーク来て、ちょっとね、高めに上げることでね、で、こうやることで上腕筋、外側鍛えられて、で、こうちょっとね、肘を前に出してやると、この大胸筋の下部がデクライン状態なんで、やばくないですか、この油の量、めちゃめちゃ油が湿ってきてんすよ。やばいっしょ、これめっちゃ汗かいてるもん、後ろよくグレーの T シャツ着てさ、なんか焦って学校来たみたいな、で後ろめっちゃなんか濡れてるみたいな、そういう人いたよね。もうそんな感じで、やばいっすね、なんかめちゃめちゃヘルシーなんじゃないか、このまま振り続けたら。ダンベル持ってみたいな、背中にはやっていきます。ね、すごいスピード明日、はい、ずっと振り続けて、何がやばいかって、手見ればわかるんだけど、もう油まみれなのね、手が。わかるかな、これもう全然取り出してないのに油まみれで、服見てください。あ、服じゃねえ、袋これやばいよな、これもうシワクシャだらけになってんだけど、大丈夫か。なんかね、俺も振っててね、感覚変わってくんだよね、その中身というか、ふにゃふにゃしてきてるから、なんかシャカシャカしてない、ふにゃふにゃしてるシャカシャカポテトじゃない、ふにゃふにゃポテトになってきたね、感覚が。シャカシャカしてんだけど、シャカシャカって感じじゃないもん。よし、残り10秒。10、9、8、6、5、4、3、
3、2、1で30分経ちました。こんな全力でシャカシャカするお客様いるか。ここから見てね、もう袋じゃないです、汗めっちゃかいたね。なんかビリーズブートキャンプやった後みたいな。はい、ついにできました。まず袋見てください。こんなにね、もうあの水たまりになっちゃったんですけど、やばいな、ちょっといやらしいね。30分間シャカシャカ全力で振り続けたポテトはこうなりました、ね、清涼ナプキンになりました。てばか、じゃじゃーん。なんか元気ないね。生き生きしてないよね。なんかもうなんかすごい疲れましたみたいな。わかりますかこれ。なんかすごい疲れちゃいましたみたいな。もうライフゼロです、もうダメっぽって感じ。やっぱやり続けたから見てください、これやっぱ塊になってんすよ。ではいただきます、ポテト。やばい。やばい、嘘、ふにゃふにゃしてる、やばい。ポテトのサクサクっていうね、出来立てなんですよ。さっきすげえ出来立てだった。でも確かに30分間、今しかも、まあ、気温が落ちてね、冬に、まあ、秋なんでちょっと寒いからね、もう全然冷え切ってるっていうのもあるんだけど、30分で降り続けたら多分その風と乾燥して、しかも体力が疲れ切ってふにゃふにゃになりましたね。しかもね、これジェダーチーズかけたんですけど、全然ジェダーチーズの感じしないですよ。どこにかかってんだろう。あれ、俺のタンクトップがジェダーチーズでバカ。